大学1年の秋頃、俺のオカルト道の師匠はスランプに陥っていた。やる気がないというか、勘が冴えないというか、俺が心霊スポットでも連れて行ってくださいよと言っても上の空で、たまにポケットから1円玉を4枚ほど出したかと思うと、手の甲の上で振って、ダメ、気が悪いとかブツブツ言っては寝転がる始末だった。それがある時、急に手相を見せろと手を掴んできた。こりゃ悪い、悪すぎて僕には分かんない。気になるよね。ねえ、勝手なことを言えるものだ。じゃあ行こう行こう。無理やりだったが、師匠のやる気が出るのは嬉しかった。どこに行くとは言ってくれなかったが、僕は師匠について電車に乗った。着いたのは隣の県の中核都市の駅だった。駅を出て、駅前のアーケード街をずんずん歩いていった。商店街の一角に、手相という手書きの紙を台の上に乗せて座っているおじさんがいた。師匠は親しげに話しかけ、僕の親戚だという。周防と名乗った手相、未知は、あれを見に来たな、と言うと不機嫌そうな顔していた。周防さんは地元では名の売れた人で、浅野八郎の系列ということだった。僕はよくわからないまま、とりあえず手相を見てもらったが、女難の相が出てること以外は特に悪いことも言われなかった。金星感という人差し指と中指の間から小指まで伸びる半円が強く出ていると言われたのが嬉しかった。芸術家の層だそうな。先輩は見てもらわないんですかというと、周防さんは師匠を睨んで、見んでもわかる、思想が出とる。師匠はへへへと笑うだけだった。夜の店じまいまできっかり待たされて、周防さんの家に連れて行ってもらった。大きな日本家屋だった。手相見師は道楽らしかった。晩ご飯の、ご相伴に預かり、泊まっていけというので俺は風呂を借りた。風呂から出ると師匠がやってきて、一緒に来いという。敷地の裏手にあった土蔵に向かうと、周防さんが待っていた。確かにお前は見る権利があるが、感心せんな。師匠は固いことを言うなよと、土蔵の中へ入っていった。土蔵の奥に下へ続くはしごのような階段があり、俺たちはそれを降りた。今回の師匠の目的らしい。俺はドキドキした。師匠の目が輝いているからだ。こういう時は、やばいものに必ず出会う。思ったより長く、まるまる地下2階くらいまで降りた先には、畳敷きの地下室があった。黄色いランプ灯が天井にかかっている。6畳ぐらいの広さに、壁は土がむき出しで、畳もすぐ下は土のようだった。もともとは自家製の防空壕だったと後で教わった。部屋の隅に異様なものがあった。それは巨大な壺だった。俺の胸ほどの高さに抱えきれない横幅。しかも見慣れた磁器や陶器ではなく、縄目がついた素焼きの壺だ。これって縄文土器じゃないですか。周防さんが首を振った。いや、弥生式だな。穀物を貯蔵するための器だ。そんなものがなんでここにあるんだと当然思った。師匠は壺に近づくと、まじまじと眺め始めた。これはあれの祖父がな、戦時中のどさくさでくすねてきたものだ。周防さんは俺でも知っている遺跡の名前を挙げた。その時師匠が口を開いた。これが穀物を貯蔵してたって。笑ってるようだ。黄色い明かりの下でさえ、壺は生気がないような暗い色をしていた。周防さんがうなった。あれの祖父はな、この壺は人骨を納めていたという。見えると言うんだ、壺の口から覗くと死者の顔が。俺は震えた。秋とはいえ、まだ初秋だ。肌寒さには遠いはずが、寒気に襲われた。時に壺から死者が這い上がってくるという。死者は部屋に満ち、土蔵に満ち、外から勘抜きをかけると街中に響く声で泣くのだという。俺は頭を殴られたような衝撃を受けた。クラクラする。頭の中をハエの群れが飛び回っているようだ。鼻をつく据えた匂いが漂い始めた。まずい、
この壺はまずい。霊体験はこれでもかなりしてきた。その経験が言う。師匠は壺の口を覗き込んでいた。来たよ。這い上がってきてる。這い上がれ、這い上がれ。目がランランと輝いている。耳鳴りだ。ハエの群れのような。今までにないほどの凄まじい耳鳴りがしている。バチンと音がして明かりが消えた。消える瞬間に青白い鱗が壺から立つのが、鱗だ。青白い鱗が壺から立つのが確かに見えた。いかん、外に出るぞ。厨房さんが慌てて言った。見ろよ、こいつらは2000年経ってもまだこの中にいるんだよ。厨房さんはわめく師匠を抱えた。こいつら人を食ってやがったんだ。これが僕らの現在だ。俺は腰が抜けたようだった。ここに来い。僕の弟子なら見ろ。覗き込め。この闇を見ろ。ここの闇は底なしだ。あの世なんて救いはないのさ。食人の共食いの技だ。僕はこれを見るたびに確信する。人間はその本質から生きる資格のないクソだと。俺はやたらめったらはしごを登り逃げた。厨房さんは師匠を引っ張り出し土蔵を閉めると、今日はもう寝て明日帰れと言った。その夜一晩中強い風が吹き、俺は耳を塞いで眠った。その事件の後、師匠は元気を、やる気を取り戻したが、俺は複雑な気持ちになった。